ペースもですね、最後の段階では完全に天井が張られていたので、どういう状況になっていたかというのが解体して、初めて分かったというようなスペースになります。そしてまずですね、この柱からこちら側は一番初めこの駅が建った時にはない部分で、後の増築部分になります。なので、当初からあった部分はこちらから、ですね。で、天井を見ていただくと、少しこう理想的な天井の細工になっているのが分かるかと思います。で、今先ほど言ったですね、待ち合いの部屋の天井、なかなか覚えてらっしゃらない、見た方も覚えてらっしゃらないかと思いますけども、待ち合いの天井はですね、最後の段階では平らな板に、動物と言いまして、縁が格子状についているようなシンプルな天井だったんですけれども、こちらの方は、次の方で、1段階折り上げで、真ん中の部分でも十字に印象的な、針状のリブ状のものがついていて、で真ん中に丸い、座がありまして、おそらくここから照明が下がっていたんであるというような細工がなされています。で、周辺についても、外に面している部分については窓があるんですけれども、その他の部分は終わりにしていて、鏡板、ちょっと細工した鏡板が回っているということで、印象的にも、いろんな手を加えたもの、細工したものは、ここには使われております。で、こちらの方に上に抜ける四角い穴が開いているんですけれども、おそらくこちらの方に暖房の煙を抜くための穴ということが起こっています。残っている外観の写真においても、外から、およそこの部分を上に抜けた部分に点灯が映っているのが確認できますので、こちらの方はこういった暖房っていうのはおそらく下に置かれていたのではないかと思われます。で、こういった衣装から見まして、おそらくこちらの方は、上級、一棟、二棟待ち合いというような形で、上級のお客さんがスペースとして当初捉えられたのではないかというふうに思われます。